エイタックス、エイタックス、アタックスとは、東日本旅客鉄道、JR 東日本が開発し、2017年、平成29年11月現在、仙石線、青葉通駅東塩釜鎌駅間と埼京線、池袋駅大宮駅間において使用している暗装置である。従来、軌道回路で行っていた列車位置検知を車上検知に変更し、地上と車上の通信を、 デジタル無線で行うのが大きな特徴である。また既存の信号システムにおける自動列車保安装置、ATS や ATC、連動装置、踏切の制御装置をすべて内包している保安装置である。また日本発の移動閉塞、クロージングインシステムである。移動体通信やコンピュータなどの情報通信技術の発展に伴い、 従来地上設備を主体に構築されていた鉄道の信号保安システムを情報通信技術をベースとして地上、車上で分担するシンプルなシスムとして再構築することを狙ったのが a t a スである。地上装置、車上装置ともにネットワーク化されており無線通信によって双方が結合される自立分散ネットワークとなっている。鉄道の信号システムは 列車の位置を検知し、その情報を伝送し、それに応じて必要な制御をするという検知、伝送、制御の3つの機能で構成されている。ATAX では、この3つの機能を最新の技術を用いたものに変更する。検知技術には、従来は、軌道回路を用いてきた。しかし、軌道回路は、地上設備であり、変更が必要な場合多大な手間がかかる上、 メンテナンスコストが大きい。ATAX ではこれを列車自体が自分の位置を検知する、車上検知にする。伝送技術では従来は信号機による運転士が目視で情報を得ている。また保安装置では地上子と車上子の間の伝送で情報を得ている。これについては信号機の設置や改良に多大な費用がかかっているとともに視認性の問題がある。 そこで ATACS では無線技術を利用して車上に情報を伝送し、車内信号方式とする。制御技術では得られた他の列車の位置などの情報に基づき、車上の自動列車保安装置が列車の速度を制御したり、連動装置が分岐器の作業をしたり、踏切警報器を動作させたりする。このうち連動装置や踏切警報器については地上装置であり、 線路の配置を変更すると関連する地上装置も変更しなければならず、多大な手間とコストがかかっている。また、踏切警報器については、制御の仕方によっては、遮断時間が不必要に長くなることがある。さらに制御の論理がリレーを用いたもので複雑であった。ATAX では、コンピュータ上のソフトウェアによる論理でこうした制御を実現する。開発の主要な目的は、 以下の三つである。地上設備を主体として構築された既存信号システムは高コストであり、設備を減らし人でも要さないシステムに変更することでコストダウンを図る。既存信号システムでは地上系から車上系への情報伝送が弱く、保安装置は地上紙やトランスポンダを利用した情報伝送に頼って動作している。無線通信技術を利用することで これの抜本的な改善を図り、また信号システムの対象外となっている保守作業を対象内に取り込むことで、システム全体の安全性の向上を図る。現行の信号システムでは、地上設備で固定的に実現された閉塞に頼って安全を保障している。閉塞区間の長さや配置はその路線の車両性能や最高速度、自覚などによって最適化されて決定されており、 それらの変更があると、地上設備を大規模に改良する必要がある。これには多大な時間と手間、費用がかかっている。これを車上主体の制御である移動閉塞に移行することで、車両性能などに応じた最適な運行を常に実現できるようにし、輸送効率の向上を図る。ATAX のシステムは、地上設置の在線管理装置、システム管理装置、拠点装置、 無線基地局、それらを接続する伝送回線と、車上設置の車上無線局、車上制御装置、運転台表示装置、それらを接続する伝送装,装置で構成される。ATAX のシステム内に存在しているすべての車上制御装置の ID を管理している。拠点装置のバックアップも行っており、拠点装置が故障して再起動する際に使用されるフェールセーフな装置とな。 ATAX のシステム全体の動作状況の監視、設定変更などの機能を持っている。また駅間においては、キロほどで、駅構内では、線路ブロック単位で、線路を指定して、線路閉鎖を設定したり時速 5km 単位での臨時速度制限を設定したりする。保守用車の進路設定、保守時の単線並列設定も行う。 車上装置から受信した列車の位置情報に基づいて、列車の現在位置の追跡を行う。またその情報に基づいて停車場の連動制御、列車の間隔制御、踏切警報器の制御を行う。ATS を用いている区間と a t a s 区間の間でのシステムの自動切り替え制御も行っている。無線のチャンネル管理や電源が切られて、車両基地や駅に留置されている。 編成の管理も行う。地上に設置された無線基地局と、車上に設置された車上を無線局で構成される。使用する周波数は 400MHz 帯帯域幅は 6.25kHz で地上の基地局では4つの周波数のどれかを、隣の基地局と重ならないように使用している。基地局出力は 3W、車上局出力は 1W となっている。 アクセス方式は、自分割り多重、TDMA、変調方式は、位相変異変調、π、49PSK、誤り検出は CRC、誤り訂正は、リードソロモン符号、伝送速度は 9600bps である。地上から車上へは1周期9 6 0リ秒を16、スロットに分割し12スロットが、列車制御用、4スロットが、 線路データベースのバージョン情報などに用いられている。車上から地上へは一周期中にスロットとして列車位置、列車長、踏切制御情報などを伝送している。このため、一つの無線基地局に上下合わせて12列車を収容できる。無線基地局はおよそ 3km おきに設置される。ATAX において無線伝送は列車制御上重要な位置を占めているため、 誤り訂正、誤り検出を付与することにより信頼性を高めているほか暗号化を施してセキュリティ対策も行われている。車上制御装置は現在の列車位置と列車長の情報を車上無線局を通じて地上の拠点装置へ送信する。そして列車位置情報と拠点装置から送られてくる停止位置情報等をもとに速度調査パターンを生する。 列車が速度を出しすぎたり、停止位置に近づきすぎたりしてこの速度調射パターンに停触すると自動的にブレーキがかかる仕組みとなっている。車上制御装置は原則1編成に1台搭載され、運転台にそれぞれ設けられている、運転台表示装置とは伝送装,装置で結ばれている。運転台表示装置は各運転台に設置され、 乗務員に必要な情報を表示する装置である。現在の速度、許容される最高速度、駅構内で開通している進路の情報、停止位置の情報などが表示される。車上で列車の現在位置を把握するための機能である。速度発電機、タコジェネレータを用いて、車軸の回転数を測り、車輪の円周長をかけた値を現在位置から積算していくことで、 移動距離を測定る。誤差の累積を解消するために、線路上の必要位置にトランスポンダーを設置し、その固有データをもとに、データベースとの称号を行って、位置補正を行っている。なお、線路内の列車専有範囲は測定した列車位置に列車長を加えることで求めている。列車位置は0.1メートル単位となっている。速度発電機による走行距離の算出では、 車輪が滑走、空転すると誤差が発生する。このため、検知対象とする車軸は、動力のついていない引動軸にするとともに、ブレーキ力をこの軸については弱めことで滑走、空転の防止を図っている。さらに実際に滑走、空転が発生した場合にも誤差が大きくならないように、補正論理が組み込まれている。駅や車両基地に留置されていた車両が起動するときの、 初期位置の設定は、前回最終時点での位置を拠点装置が記憶しておき、車上制御装置起動時にその情報を送信して、仮位置とする。対白場所付近に設置されているトランスポンダから、固有データを読み込んで、データベースと照合した時点で正式な位置となる。また、留置場所には、車両が移動していることを検知できる装置を設定、安全対策としている。 列車位置検知機能で求めた現在位置をもとに線路上での列車の位置を常に追跡する機能である。車上制御装置から無線電装により約1秒周期で列車位置情報が拠点装置に送信されるようになっている。車上制御装置と拠点装置は共通の線路データベースを持っており、その上に位置情報を重ね合わせることで追跡を行う。駅のように線路が 分岐器でつながっている場所では現在分岐器がどちら側に通しているかを拠点装置が保持しており、それに基づく経路情報を車上に送信することにより、累積の走行距離から列車が現在どの番線に侵入しているかを認識できるようにしている。列車追跡機能で管理している列車位置情報は、列車の先頭部の位置、列車長、運転方向などから構成されている。 走行するにつれて、列車位置の誤差が生じることを考慮して、一定割合で列車長を補正する仕組みになっている。列車位置情報を列車から受け取った、拠点装置はその前方を走行している列車や、まだ開通していない、分岐器などの条件を調べ、列車が走行できる、停止限界を計算して車上に送信する。車上制御装置がそれをもとに、 速度調査パターンを生成して列車の速度を制御している。速度調査パターンは車上のデータベースに記憶されている速度制限情報や線路の勾配などの情報と車両自体の減速性能をもとにして計算される。車上制御装置は非常ブレーキのパターンと常用ブレーキのパターンを独立に計算して保持している。非常ブレーキパターンは 停止限界から非常ブレーキ使用時の減速度に基づいて引く。このパターンに抵触すると、非常ブレーキがかかり停車するまで寛解しない。計算上の非常ブレーキ減速度より、実際の非常ブレーキ減速度の方が高いため、パターンより手前で停止することができる。常用ブレーキパターンは、停止限界の一定距離手前を原点として、常用最大ブレーキ時の減速度を用いて、 パターンを計算している。常用パターンに定触すると常用ブレーキがかけられて、フィードバック制御によりほぼ常用ブレーキパターンに沿って減速することになる。またパターンに接近すると、パターン接近の警報が運転台表示装置に表示される。低資源界情法は、先行列車の位置、固定閉塞、開通している進路の終端、隣の無線基地局へのハンドオーバー点。 システム境界、線路閉鎖点、線路集団といった、支障条件に安全上の余裕を加えて、拠点置けにより計算される。ただしエアセクションのように列車を停止させてはいけない場所もあるため、これについては考慮の上で、停止限界が計算される。また列車が対抗すると続行列車にとっては、停止限界の方が近づいてくることになり危険である、ため、対抗は禁止されている。 駅構内で停車位置を修正するための対抗などはブロックを指定して認められている。既存の信号システムでは連動装置と呼ばれる装置が停車場構内で分岐器の開通状況を制御し、関連する信号機の現時を連動させている。a t a s では拠点装置がこれと同じ機能を実現している。ただし、地上信号機を用いないことから、平路作業や 列車の走行状況を随時把握でき、時間作業や列車が停止限界を超えて走ることがないめ、仮想防護の3つの機能は不要とされている。従来は軌道回路と踏切制御士を用いて、地上装置で踏切警報器の制御を行っていた。これに対して、a t a スでは列車の現在位置情報と現在速度から車上制御装置が 線路データベース上にある踏切くらいまでの到達時間を計算し、必要とされる警報時間に達した時点で車上から警報開始要求を送信する。また踏切位置を列車後端が通過した時点で警報終了要求を送る仕組みになっている。これにより、定点で踏切警報制御していた場合に比べて、遮断時間を短縮することができ、道路交通への影響を軽減するとともに、 列車の最高速度の変更などに柔軟に対処することができる。a t a s 導入以前の従来信号システムでは、踏切装置の故障などにより警報器、遮断機が正しく作動しなかった場合に列車を自動的に停止する仕組みはない。これに対して a t a s による踏切制御では、踏切手前に停止位置を設定して、速度小さパターンを発生させ、 踏切遮断完了の情報が伝送されてきた時点で、このパターンを消去することで無遮断時の自動な列車の停止を実現しており、安全性も向上している。列車が駅に停車するときに停車位置の先の至近距離に踏切が存在する場合、構内踏切、列車のオーバーランを警戒して事前に警報を開始するため、不必要に遮断が行われたり、 遮断時間が長くなったりしていた仮想防護。a t a s ではオーバーランを確実に防ぐことができるため仮想防護は不要である。システム管理装置から速度制限情報を設定することで列車に速度制限を強制的に守らせる機能である。速度制限の情報は拠点装置から車上制御装置に送信され、 それを考慮した速度調さパターンが生成される。速度調さパターンに定触すると自動的にブレーキが作動するが設定されている制限速度を下回ると感解し、その速度以下で走行し続けることができる。列車長を考慮して列車全体が速度制限設定区間を通過すると通常の制御に戻る。日本の鉄道ではほとんどの伏線区間において それぞれの線路で単一方向にのみ列車を運転することを前提にした信号システムを導入している。これに対して日本以外では複線の線路の両方で双方向に運転できる単線並列方式が多く見られる。これは単線並列に対応した信号システムを導入することで複雑化しコストが上がること、そもそも日本では列車密度が高く、 単線並列を有効に活かせないことなどが理由とされてきたが、保線作業や事故などで片方の線路が閉鎖された場合に柔軟に対処することができなかった。a t a s では地上信号機がなく列車の間隔制御や踏切制御をソフトウェア上で処理しているため設備を増やすことなく単線並列を実現することができる。ATAX を設置している区間と設置していない区間の 間で列車を進出、進入させるための機能である。a t a ス区間への進入時には進入位置に設置されているトランスポンダの通過により現在位置の確認を行い、拠点装置との無線接続が開始される。拠点装置から進路情報と停止位置情報を受信した時点で ATS から a t a スに切り替わる。a t a ス区間からの進出時には設定されている。 切り替え線路ブロックを走行中に、システム範囲外への進路情報を受信した時に、a t a s を終了させ、ATS に切り替え、一定距離後に無線送信が停止される。a t a s 区間には、従来の信号システムが設置されておらず、a t a s 非対応の車両が進入すると、列車間隔制御も踏切制御もすべて動作しないため、危険な状態となる。このため境界には、 非搭載車の検知装置が設置されており、これが作動すると関係列車の緊急停止信号が送り出される仕組みとなっている。現在補線作業を行う際には、線路閉鎖を行っており、信号システムによる保安は行われていない。このため人間の注意力だけに頼る部分があり、保安上の弱点となっている。a ックスでは保守作業もシステムの中に取り込まれており、 保守用車の制御機能がある。プラットフォーム上の列車非常停止警報装置、非常停止ボタン、踏切障害物検知装置や、踏切支障放置装置が作動した場合には従来は、特殊信号発行機などで、視覚的に運転士に情報伝達するだけであった。ATAX ではこれらの装置の作動状況を拠点装置に取り込み、関係する範囲にいる列車に、 速度調さパターンを発生させて、自動的に停止させることができる。無線基地局はそれぞれ対応範囲を持っているので、列車が走行していくにつれて、更新対象の無線基地局を変更していく必要がある。これを、携帯電話などのような移動体通信と同じく、ハンドオーバー処理と呼ぶ。ただし a t a s では保安に用いているため、 ハンドオーバー処理を確実に行う必要がある。このため列車の移動に応じて、拠点装置の間で通信を行い、移動先の無線スロットを確保して、制御を連続的に行えることを保証している。a ックスの開発は1995年、平成7年から開始された。1997年、平成9年9月から1998年、平成10年2月まで。 戦績戦二潟駅東塩釜鎌駅間で4、編成を用いて、第1期の試験として、基本的な検証を行った。さらに2000年、平成12年10月3日から2001年、平成13年2月21日まで、戦績戦二潟駅多高城駅間で2編成を、用いて、第2期の試験として、応用技術の検証を行った。続いて、2001年。 平成13年より、使用の検討を行って、プロトタイプの開発を行った。2003年、平成15年9月から、車上装置の設置工事をはじめ、2004年、平成16年7月までに、戦赤船所属の全18製に装置を搭載完了した。地上側に、青葉通駅東塩釜駅間で4拠点装置8。 無線基地局を設置して2003年平成15年10月14日からモニタラン試験を開始した。モニタラン試験では営業列車を従来の信号システムで運転しながら e t a スもバックグラウンドでブレーキ制御を行わない状態で動作させ動作状況を確認した。モニタラン試験と並行して営業運転終了後の深夜時間帯に実際に 列車をエイタックスの制御で走行させるコントロールラン試験を2003、平成15年度から2004、平成16年度にかけて計28回実施し、モニタラン試験、コントロールラン試験ではエイタックスの各機能が使用上の条件を満たしていることが確認された。位置検知精度はトランスポンダ間距離200メートル以上の時で0.5%未満。 絶対位置とデータベースのズレも0.9メートル以内となっている。空転、滑走時の補正処理も正しく動作したことが確認された。無線のフレーム受信率は99.9%以上が確保された。これらの試験の結果として外部の専門家によるシステム評価委員会により ATAX は信号保安装置としての要件を満たしていると評価された。 その後実用化工事に着手し2011年平成23年春に同線区区間で列車間隔制御などの基本機能を2012年平成24年春には踏切制御などの応用機能も使用開始する予定と発表された2011年平成23年1月27日に JR 東日本は エイタックス試験を実施していた船石線について、同年3月27日より、青葉通東、塩釜間で営業運転に導入することを発表した。当面は、列車間隔制御機能に限定して運用し、踏切制御などの機能は後日導入とされた。しかし、東北地方太平洋沖地震で船石線は被災し、運用開始予定であった3月27日の、 時点では運休中であった。3月28日に青葉通から小鶴神殿の間で部分的に運転を再開したが、エイタックスの導入は先送りされた。その後6月30日付で9月25日から戦績戦においてエイタックスの時運用を開始すると発表された。しかしこれも台風の影響で延期となり10月10日から時運用を開始した。 2012年、平成24年12月16日からは、臨時速度制限の機能が追加され、2014年、平成26年12月14日から、踏切制御の機能が追加された。踏切制御は、新潟県、小鶴新玄関の古宿踏切と、小鶴新殿福田町間の沼方踏切の2カ所を、川切りに約半年かけて、 順次全14カ所の踏切に展開することになっている。これによりスリム化、安全性と信頼性の向上、メンテナンスの軽減、踏切遮断時間の短縮といった効果が得られるとされている。エイタックスのような無線技術を利用した鉄道保安装置にはヨーロッパの政府機関や鉄道事業者、メーカーが共同開発を行っている ETOX レベル3、同じく移動閉塞がある。 しかし、この ETOX レベル3は、技術的な難しさや、関係各所の調整などの問題により、現時点では実用化のめどは立っていない。その他にも、各国で、地下鉄などの都市交通分野で、CBTC、コミュニケーションベーストトレインコントロールという、無線通信をベースとした信号システムが開発されており、2007年現在で1 4線区で、 実用化され23戦区で開発中となっている。なお、日本では2016年1月に東京メトロが丸の内線へ2022年度までの導入を計画していることを発表している。このほか2014年5月に JR 東日本が常磐観光線へ2020年度までの導入を検討していたが、中止となったため、大体としてこの a ックスの導入を検討している。 JR 西日本では2013年より本保安装置をベースとした車上主体列車制御システム無線式の実証試験を行っており、これに対応した227系1000番台を投入した上で和歌山線0へ2023年春の導入予定している。世界鉄道連合 UIC などは現在鉄道技術の ISO や IEC による 国際規格化を進めている。主なものとしては、鉄道システムの信頼性、安全性を、ライフサイクルで分析、適用するラムズ、リライアビリティ、アベイラビリティ、メインティナビラティ、セーフティー規格、IEC62278、信号制御ソフトウェア、IEC62279、鉄道システムの電磁両立性、EMC、 アレクトロマグネティックコンパチビリティ IEC62236 などがある。多くはヨーロッパ規格をもとに制定されたものであり、日本の特殊事情を規格に反映させることが難しく、このままでは日本の鉄道技術が大打撃を受けかねないという危機感日本国内の鉄道技術者、特に信号法案関係に存在していた。 無線通信を利用した信号保安システムに関してはヨーロッパ企画であるアートムズ、ETOX をそのまま国際規格化しようとする動きがある。2007年3月に開催された UIC 理事会においてはインターオペラビリティのために ETOX を全世界に適用することが提案された。これが実現すると ATOX を含めた 日本の列車制御システム全てが再標準から外れて、日本の鉄道技術が打撃を受けるだけでなく海外で、日本の鉄道システムを売り込むにおいて、重大な支障が出る恐れがある。そこで理事として参加していた、JR 東日本副会長の石田義雄がこれに強く反対し、6月にこの問題を検討するワークショップが開催された。ワークショップでは、 各国の鉄道技術の最新状況の情報交換が行われ、その結果各国の鉄道事情の相違や、それに伴う技術の際は認識され引き続き情報交換を行い検討を続けていくことが合意され、ETOX の国際規格化はひとまず回避された。こうした状況を鑑みて、e t クスはまだ試験段階であり、実際に運用されている段階ではないながらも、 将来の国際規格化を念頭において、JR 東日本や鉄道総合技術研究所、大学、鉄道事業者、メーカー、政府関係機関の有識者を中心に2005年10月から無線利用の列車制御システム規格化検討委員会が発足した。この委員会において ATAX を元にした列車間隔制御機能を備える無線利用の列車制御システムとして JRTC ジャパンラジオトレインコントロールシステムの仕様を作成している。この仕様をまず実化した。これを進めて将来的には a t クスの国際規格化も考えていた。しかし e t クスの国際規格化に反対した以上 a t クスの国際規格化を推進すると態度が矛盾することとなってしまうことからこれを取りやめて代わりに無線通信による 保安システムの企画制定手順を国際標準化することを提案することになった。このために IEC の技術委員会 TCQ で議論が始められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。